さて次は映像です。今日の映像はコックローチ。おしゃれな街神戸北野の異人館通りに究極の嫌われ者ゴキブリがこの度めでたくもおしゃれなグッズになって出現しました。川端カメラマンの撮影です。なんてったって愛だ、なんてったって愛だ。黒いサングラスかけてもプライバシーを隠してもちょっとぐらいは誰かにそうよ私だと気づかなくちゃ。いやいや、これ可愛いでしょ。可愛いね。これなかなかいやいやってこれ家と家できたらええねんから次です。今年3月死者3人を出した兵庫県相生市の JR 山陽線踏切事故で兵庫県警は今日事故当時踏切工事をしていた JR の社員2人と車を運転していて死亡した女性の合わせて3人を書類送検しました。